こんにちは、スプルスイックです。今日は、山の方に来ました。ここまで来るまでに結構人がたくさんいてですね、みんなマッシュルームを取りに来たんですね。キノコです。それをたくさん抱えている人にいっぱい出会いました。ということでちょっと歩いてみたいと思います。なのであんまりきっとキノコは見つからないと思います。では、なのでこれね、みんないます。ここにはいっぱいコルクの木があります。コルクの森ですね。でここまで来るのに、そうですね、でも今道がとても悪いんですね。っていうのがですね、木を切り倒してそれを出荷してるって感じで、すごい大型のトラック、木を運んだトラックが通るので道がちょっとボロボロになっています。なのでとってもゆっくり車で来ないといけないので、結構時間がかかりますね。で、でも30分かからないですね。25分ぐらいかな。この実ですね、これが食べられる実ですね。取れるかな、よいしょ。あ、これです。ちょっと食べて、食べて、こんな風ですね。なんか黄色くなっています。と今逆光なんですけれども、そのうち違うと思います。けどさっき食べたフルーツの種みたいなのが、何ですかね、ぶどうのつぶつぶみたいな感じです。このマークはですね、多分ハンティングできる場所だったと思います。こういう道を歩いてる限りは大丈夫ですけど、山の中に入るとちょっと怖いですね。
今朝はイギリスで働いているという工場で働いてるって言ってます。友達とちょっとコーヒーを飲んだんですけれども、イギリスのある地域ですけれども、ものすごいなんか工場がいっぱいあるそうです。でそこで働いてるのはほとんどがやっぱりイギリス人じゃないそうです。で自分が働いてその、工場に流れるところだと思うんですけども、何人、チームがあって、4人でチーム組んでるそうです。で彼がスペイン人で、もう一人女性がロシア人で、一人がポーランドで、なんでイギリス人はいないと。ボスはイギリス人だって言ってました。なんかとってもインターナショナルなところですね。でまあブレグジットですけども、があったらどうなるのかっていうことなんですけど、まあ彼はワーキングパーミットじゃないですけど、まあユーロなんで、ユーロ圏なんでそれ今いらないですよね。だけどだからレジデンシア、だから居住権、居住証っていうのがあって、それが更新が2年かな。で、5年を過ぎると、もう永久に永住じゃないけど、なんですかね、パーマネントになるそうです。なんでそれが来年って言ってました。だから多分大丈夫かななんて言ってましたけど、あそこにはいっぱいあります、スプルーツの木が。で、言ってみれば工場はそのイギリスじゃなくて他のユーロの人がもうほとんどなので、ブレグジットがあってその人たちを返さなきゃいけないってことも、それはちょっとないのかななんていう話をしてました。そしたらもう工場が回らないってことですね。でスペインその人と話してると思うのが、でその彼女は、介護の仕事ですねをしてると言ってました。で話をしてると結構喜んでやってるんですね。朝早くの出勤で、彼は工場で朝早く、出勤 で金曜日なんか1時に終わるとかって言ってました。あ、どんぐりがいっぱい落ちてます。なので空いた時間は、なんか手の器用な人なんですね。なのでなんかいろいろ作って、それをなんか販売したりするとか言ってました。なんで、仕事を2つっていう感じですね。っていうのもイギリスでは別に楽しむために行ってるわけじゃないんですね。やっぱ働きに行って仕事をできるだけ稼ぎたいっていうのがあるので、余暇も行ってみれば時間があるんだら稼ぐ。そしてイギリスとかだとホリデーとかちゃんとしてますので、2週間ぐらいね取れますから、そういう時にこっちに来て楽しめと、そういう感じです。暑い。すごい暑いです。ちょっとこれ下に置いて、下に置けないのか、下に置くとまずいんですね、で、これ持ちながら歩いてると、なんか夏みたいに暑いです。これ以上脱げないので困るな。
ここはですね、冬が雨季なんですね。なので、またいつすごい雨が降るかわからないです。たまに、まあでも年によって違うんですけれども、ずっと前すごい印象に残ってるのは、7年ぐらい前ですけれども、4ヶ月ずっと降ってたことがあります。でこっちってなんか夜にしとしとっていうそういう感覚はないですね。もうザーっていう感じです。もう暑い、雨がたくさん降る、あるいはものすごいドライになるっていう結構極端な気候です。お、あのところに、あれだ、お、見えたでしょうか。ちょっとなんか綺麗に、よいしょ。今ブイトレスが飛び立ちました。ブイトレスというのはハゲタカです。ハゲタカはハゲワシ、死んだお肉を食べるというものですね。お、トンネル、手を広げると、あ、なんか、何？あ、なんか、なんかポト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 落ちる音がするんですね。え？わからないです。何の音かわからないです。地面にポッポタポタポタって音がします。上から落ちてきてるって感覚はないんですけど、なんだろう。あ、飛んだ。ここの木に止まっていたんですね。ちょっともうちょっと朝早く来ようかなとも思ったんですけど、ちょうどこのぐらいになるとみんなお昼休みに入るのってか、ここにまし、キノコを取りに来る人も行ってみればお弁当を広げてお休みに入るとか、あるいはここからですね、もっと町じゃないです、隣の村まではここからまた30分ぐらいかな行くと、またタバスバルとかいっぱいありますので、そっちに行くとかですね。落ちた。さっきの赤い実が落ちました。たくさんありますね。まだお花もたくさんあるので、まだもうちょっとあとどれぐらいかな、1週間ぐらいしてくるともっとたくさん実がなっているんじゃないかなと思います。ちょっと上り坂なのですいません、息が切れていますけれども、もうすぐすると下りが来ますので、下りに下って、沼みたいなのがあるんですけども、そこに行きます。
そこが終点です。お、飛んだ。やっぱり上にいるのね。ブイトレスが木に止まってます。ところどころですね、こういうのが立っていますけど、これはあのこっちですよって山道の案内ですね。なんでこっちです。ちょっとまた逆光になります。あとは下る。もうちょっといたら下るだけです。ああ、こういう感じですね。こういう景色が見えます。ここはあの、まあ、4x4 車があったらこう、向こうの方にも行けますけれども。こっちに行きます。レゼルランタルステッカー。大丈夫だと思うんですが、こっちに行きたいと思います。そうですね、こういうこっちに行ってくださいという印です。なんか蜘蛛の巣がいっぱい張っていますね。あ、飛んでる。やっぱりいますね、あそこに。ちょっと待ってください。います。木に止まっていましたね。こんなに近づけるって滅多にないんですね。実はすごい警戒する鳥なので。あれは影か。あっちに飛んでいってしまった。こっちに来てくれると嬉しいんですけれども、いないですね。あ、こんなところに。バンボービーですね。可愛いですね。
こういうですね、あのコルクの木、今密集してますけれども、もう少ししたら間隔を空けるように切っていくんだと思います。このようにですね、っていうのがですね、大きく伸びて葉が広がると、やっぱりたくさん密集してると、大きくなれないので、こんな風に塞がれていますけれども、まあひどい。よいしょ。ますね。いや、望遠のカメラを持ってくればよかったって思います。木に止まってます。ブイトレスが止まってます。多分餌場に餌があるのかもしれないですね。餌場があるんですけれども、大型の例えば馬とかですねが死んでしまったりとか、あとはハンティングの後のその、まあ、食べられない部分ですよね、人間が。そういう部分は、餌場に持っていかれるんですけれども、木の上に止まってますので、多分餌場があるんだと思います。明日とか来れたらいいんですが、平日来るとですね、その大型トラックと鉢合わせになったらもうどうにもできないので、こういう週末にしか来ないです。こっちはですね、まあ、週末になったら必ずお休みに入るので、土日は休みなので、そういうトラックは取っていないので、多分休みだと思うんですけど、まあ、日曜日はとにかくお休みなので、今日来てもそういうトラックに出会わないので、まあ前から四駆のね、四駆の4x4 の車が来ますけれども、まあなんとか、すれ違うことができます。坂道はちょっと怖いですね。っていうのがですね、昔々中国の桂林というところに山を走るっていうものなんですけれども、そういうのに参加したことがあって、その時ですね、靴がすり減ってるっていうことを全然気がつかずに行って、まあすごい怖い思いをしたことなんですね。坂道転んだりとかして、ですごい山の上で、高い山だったんですけれども、すごく怖かったっていう記憶があるので、坂道になるとちょっとその記憶が戻ってきます。あ、こんなところに捨てられたマッシュルームがあります。こう山の中に入ってくると多分いっぱいあるんだと思うんですけども、これ山の中ですね、あると思うんですけれども、そっちの方にはちょっと、またこんな、よいしょ、ちょっと待って、そっちの方には今日は行きません。赤い実のですね、木にまだお花がいっぱい咲いてるので、蜂の音がブンブン聞こえます。この蜂はその蜜を吸ったり
取ったりする蜂なので、非常に大切ですよね。まあ、どの生き物も大切なんですけれども、昔ここに来るまで蜂って言うとなんかどれ何でも全部蜂だと思ってたんです。蜂って言ったら一つしかない、一種類しかないぐらいに思ってたんですけど、怖い刺す蜂みたいな。ここに来るとなんか、ああいろんな蜂がいるんだなっていうのをなんか実感しました。なんでこういう蜂の音を聞くと、昔は怖い怖いっていう感じだったんですけれども、今はこういう蜂の音を聞くと、ああ素晴らしいなと思います。ちょっとこの蜂の音を聞いてみてください。誰か口笛吹いてますね。こっちの、まあ、とにかく田舎の人ですけれども、口笛を鳴らせる人が多いんですね。口笛っていうか、この人を呼んだりとか、ホイッスルですね、そういうことを鳴らせる人が非常に女性でもいるんですね。わあ、すごい、なんか落ちている、赤い実がたくさん落ちてます。お、落ちた。花が落ちてますね。花がポツ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 落ちてきます。大きな、なんかもうドライになってますけど、マッシュルがあります。あ、これちゃんとね、ここにもなんかあります。お、人が、人の声がしますけれども、
お、なんか人がたくさんいる。なんかこんなところで人がたくさんいる。ちょっとびっくりしちゃった。お、やばい。すごいもう汗が、おお怖い。なんかこう濡れたですね、落ち葉が濡れて滑るんですね。なんかちょっと怖いです。あ、沼が濡れました。こういうとこです。沼皆さんお昼でもう帰っちゃうんですね。ここに朝とか来るといろんな動物が水を求めて来るんだと思うんですが、まだ朝来たことはないです。役場に登録して暖炉の、木とかが欲しい場合ですね、こういうふうにこう山のでこう刈られた木ですか、こういうのを持って帰ることができるんですね。もうちょっと水があってもいいような気もするんですが、雨がすごく降ったので、でもまだこれぐらいですね。夏とか本当に減ってしまう時もあるんですけれども、あ、マッシュルーム、まだこれ、あ、たくさん生えてますね。ということで、沼の前から、では今日は、沼の前から。それではまた、アディオース。